確かに今まで食わず嫌いならぬ行かず嫌いをしていたが、一度ぐらい試してみるのも悪くない。そうだな、行ってみるか。おお、そう来なくちゃな。俺の答えに笠原は飛び上がらんばかりに喜んでみせた。前も思ったけど、やっぱりこいつは犬っぽい。ちぎれんばかりに振られる尻尾が見える気がする。言っとくけど、マジで初心者だからな。下手でも笑うなよ。なことしねえって。あの高橋名人だって初心者だった時代があるんだぜ。みんなが通る道ですよ。誰だよ高橋って。連打する人だっけ。笠原はスキップでも踏みそうな上機嫌さだ。そんなにゲームセンターは楽しみなんだろうか。疲れる時もあるけれど、こういうバカ正直で素直なところがどうにも憎めない。思わずくすりと笑みがこぼれた。放課後になり、ロングホームルームを終えた菊池先生が教室を出て行った。途端に教室に賑やかな声が広がっていく。今日は図書委員の仕事は入っていない。どうしようか。教室に残るか教室を出るか、もうこれは本当自分の自由ですね。一応セーブしときましょう。誰かに引き止められているわけでもなく、何かの用事があるわけでもない。私は教室を出て家に帰ります。帰宅部だからね、彼は本来。あ、飛ばしちゃった。まあいいや。他の帰宅部連中はまだ教室で何か話している。毎日のように学校で会っているというのに、何をそんなに話すことがあるのやら。帰りましょう、帰りましょう。日が長くなった影響で外はまだ明るい。少し前までこの時間には夕焼け空だったというのに。まだ肌寒い日も多いが、ふとした拍子に夏の気配が近づいているのがわかる。暑くもなく寒くもない気温。校内に残る生徒たちの話し声。放課後の校舎にはノスタルジックな空気が漂っている。懐かしい学び合いを。なんだかすぐに帰ってしまうのはもったいない気がするな。さてどうしようか。この選択肢はね、まずグラウンドに行くは清永先輩に決まってるから、私は清永先輩はあの、ね、残しておきたい方なんでね、あの好きだから。で、図書室は小野寺かな。小野寺だと思う。まあ、清永先輩に会わない可能性もなくはないけどね。図書室よく来るしね。まあ、笠原はないだろうっていう感じ。家に帰るは誰かに会うとしたら誰だろうね。わからないけれども、まあ私は書士貫徹して用がないときは帰ります。残っていても何をするわけでもないし、今日はもう帰ろ。そうだそうだ、帰りましょう。あ、水沢先輩、今帰りですか。ああ、小野寺もか。はい先輩、一緒に帰りませんか。わかった、じゃあ靴履いてくるな。はい。一旦小野寺と別れて靴を履き替える。小野寺の家は電車の最寄り駅が近い。俺が乗り降りする駅の一つ向こうが小野寺の駅だ。路線が同じなので、こうして一緒に下校することがたびたびあった。なんかあんまり関係ないけど、今思うんだけど、学校でこう上履きを履いたりするじゃん。外履きから上履きに履き替えるとき、その靴、私上履きの方がなんかあんまり好きじゃなかったな。好きじゃないというか、なんか汚いような風に感じていたんだよね。外履きの方がまだマシみたいな。なんで室内に入るのに上履きを履くんだみたいな、なんかトイレに入るときもそのまま入るし、いいイメージを持ってなかったな、あの頃は。その上履きに対してね、関係ないけどゲームには。二人で並んで駅まで歩いていく。街路樹の青々とした色で
暦の上ではもう夏だったと思い出す。それでも本格的に暑くなるのはもう少し先の話だ。先輩のご両親って今外国にいるんですよね。ああ、技術指導だかなんだかって言ってたかな。じゃあ水沢先輩は一人暮らしなんですか？まさか、兄貴と住んでるよ。あのブラコンのね。お兄さん、俺会ったことないですけど厳しい人なんですっけ？そうそう、ちょっとでも門限破ったりしたらめちゃくちゃ怒られるんだよ。うわ、大変ですね。その代わり変なところで甘やかしてくるけどな。駅まで車で送り迎えしようかって言い出したこともあったし、家から駅まで歩いても10分くらいなんだけど、それは甘やかしてるっていうか、なんでもないです。たわいのない話をしながら歩いていく。駅が近づくにつれて人通りが多くなってきた。老人や私服の若者に混ざってちらほらと他校の制服姿も見える。おっと、歩きながらカバンの中の定期を出そうとすると何かに引っかかって少し戸惑った。どうしました？いや、ちょっと定期が引っかかっただけ。定期は取り出しやすいようにカバンの前にある小ポケットに入れてあるのだが、荷物が多くてポケットが圧迫されてしまったようだ。俺も学生時代はカバンパンパンだってよ。たくさん辞書入れてたからね。電子辞書も持ってたけど、多分厚めの小説を入れてあるせいだろう。習慣でカバンにはいつも教科書の他に本を一冊入れている。普段は図書室の本を持ってくるのだが、昨日借りた小野寺おすすめのラノベを学校で読む勇気は俺にはない。そんなわけで今日は兄貴の部屋から拝借した小説を持参していた。先輩のカバンいつもパンパンですよね。2年の授業ってそんなに大変なんですか？ああ、俺の場合辞書なんかも全部持って帰っているからな。俺、辞書系はいつも置いて帰ってますよ。それじゃあ家で勉強できないだろ。家では電子辞書使ってますもん。なるほど。授業では紙の辞書を使うのが西日浦の原則だ。古語辞典に英和辞典に和英辞典と一冊でも破壊力のある辞書類を時間割次第では数冊持っていかなければならない。場合によってはこれに資料集が加わり、人が撲殺できそうな重量になる。毎回馬鹿正直に持ち帰っていたが、自宅用の辞書を置いておくのはいいアイデアだ。もう一揃いの辞書を買う予算に目をつぶれば。笠原も電子辞書持ってんのかな。あいつのカバンは毎日ペラペラだ。明らかに最低限の荷物しか入っていない。あれでどうやって予習や課題をこなしているのかと思っていたが、ようやく腑に落ちた。いや、あいつは勉強してないよ、多分。笠原？あ、もうすぐ電車来るな。おい、急ぐぞ。話しているうちに思いのほか時間が経ってしまった。慌てて小野寺を促して改札をくぐった。車内は帰宅する学生やサラリーマンで満席だった。小野寺と並んでつり革に深まる。水沢先輩、昨日も笠原って人の話してましたよね。ん？さっきも笠原がどうのって言ってました。クラスの人でしたっけ？仲いいんですか？仲がいいってほどでもないけど、まあクラスの中では一番話すやつだよ。何かあるとしょっちゅう絡んでくるし。でもよく覚えてたな。笠原のことを話したなんて俺ですら忘れていたのに。先輩の話したことなら覚えてます。そういえば図書委員会で再会した日にもそんなことを言っていたな。中等部時代に何度か勉強を見てやった時はそんなに記憶力のいい印象は持たなかったけど、俺の口からいろんな単語を教えてやったのにな。お昼に誘った時に時々先約があるって断りますよね。
もしかしてその笠原って人と食べるからですか？ああ、誘ってくるのあいつくらいだし。やっぱり仲いいんじゃないですか？そうか？そうか、俺と笠原は仲がいいのか。知らなかった。あ、クラスって言えば、ふと小野寺が話題を変える。水沢先輩、確か B 組でしたよね。ああ、なぜ把握してるんだ。教えた覚えはないぞ。ただ教えた覚えはなくても同じ委員会であれば知る機会はあると思うんだけどね。じゃあ黒峰先輩と同じクラスだよ。同じクラスですよね。ほら、あの赤い髪がトレードマークの。そうだけど、黒峰のこと知ってるのか？学年も違うだろ。だってあの人有名ですもん。なるほど、確かにあんな派手な頭と素行だと他学年にまで名が知られるようになるのも納得だ。すごい不良なんでしょ？先輩は大丈夫ですか？カツアゲとかされてません？大丈夫だよ。不良は不良だけど、俺にはほとんど実害ないし。黒峰が教室にいるだけである種の緊張感が走るが、その程度だ。殴られたこともなければ、金をせびられることもない、今のところは。それにそこまで悪いやつでもないと思うし。昨日の出来事を思い出してそう言うが、小野寺は同意できないというように首を振る。それ、不良が捨て犬拾うとすごくいい人に見えるのと同じですから。そういえばこいつは不良の類が大嫌いだったっけ。俺も不良は苦手だが、苦手と嫌いは似て非なる感情だ。俺心配です。水沢先輩結構単純だし。誰が単純だ。誰が祝いを引っ張らないでください。しばらくそうやってじゃれていたが、近くのサラリーマンに睨まれてやめた。静かにします。はい。もう伸びて戻らなくなったらどうするんですか。反対側も引っ張ってバランス取ってやるから安心しろ。カレーパンマンみたいにする気ですね。話をしているうちに電車が大きなカーブに差し掛かる。もう少しで俺の降りる駅だ。俺、水沢先輩と同じ学年ならよかったな。ちょっとさっきほっぺたつねりながらセリフ言ったんですけど、ほっぺが痛い。車窓からぼんやり外を眺めていると、小野寺が唐突にそうつぶやいた。は？だって先輩、俺の知らない人の話するし、授業も違うし、俺よりも先に卒業しちゃうし。当たり前だろ。それが当たり前なのが嫌なんです。同じ学年だったら俺だってどうにもならないことをぐちぐち言うなっての。小野寺君ってまだ1年生じゃん。まだ先のことだよ。心配することないのに。どうにもならないですか？ならない。性別や生まれた国と同じだ。年齢なんてどうにかしようとしてなるもんじゃないだろ。学年が逆なら留年って言ってもあるけど。つうかなんだよいきなり。だってずるいじゃないですか。笠原って人も黒崎先輩、黒峰先輩も先輩と同じクラスで毎日一緒なんでしょ。大学だって一緒になるかもしれないし。黒峰が進学できるか微妙だけどな。俺はどうやったって先輩より1年遅く入学して、同じクラスには絶対なれなくて、先輩の方が1年早くいなくなっちゃうんですよ。日本には飛び級制度がないですからね。ずるいです、そんなの。そりゃそうだけど。